花山、一つ頼まれてくれないか。え？アロン、力を貸してくれ。俺一人の力じゃ無理なんだ。お前の力で俺を人気者にしてくれ。それから俺は小島に生徒からの人気を得られるようにサポートしやすいと頼まれたんだ。ああ、いや、僕みたいなのやめた方がいいですよ。僕みたいな人気はダメなんですよ。だって他の人に頼んだ。もちろん俺みたいな陰キャには無理だと断ったのだが。頼む、花山。口の堅いお前にしか頼めないんだ。もし成功したら課題を免除してやる。という破格の条件を提示され、俺は小島を人気教師にするためプロデュースをすることに決めた。いやー、今日もだりやな。いやー、だれっすねー。全部出ましょう、全部。先生、人気を得るにはまず面白さが重要です。面白さ、そんなものが必要なのか。はい、僕がここから遠隔操作するので、このイヤホンをつけてください。おう、羽山、頼んだぞ。先生、まずはあの窓から見るスーパーハイテンションでホームルームを始めましょう。ヘヘッ、ヒデツヨ先生、それでは次、スーパーウルトラ面白歩きで教卓に戻って、それからスーパーウルトラミラクルハイテンションをする面白いものまでしましょう、連発で。あのね、足田マナだよ。バケる、来るぞ、このバカチンが。先生、サンドです。ジャッジよ、ウルトラミラクル面白い一発お願いします。花山、何かがおかしい。ええ、いや、先生すごく面白かったですよ。凍ってるよ、教室は。ええ、そんな、まさか。まず、スーパーだとか、ミラクルだとか、抽象的な指示をやめてくれるか。ああ、そうですか。では、昨晩練ったネタがあるので、それで行きましょう。おい、今日の小島どうしてやったんだ。ずっと殴ったんじゃないですか。そう言っちゃうっすよ。やべえ、楽しく考えられるんですか。先ほどは取り乱してしまってすまない。昨日ね、隣のクラスの女子生徒の下着が盗まれるというような事件がありました。なので、もしこのクラスに、思い当たることがあるような生徒がいるようでしたら、この後職員室までね、言いに来てください。先生、最高最高最高。大体な、被害者の女性がどれだけ辛い思いをしているのか、お前らにわかるのか。先生はな、今回の事件の犯人を許す気はない。いや、絶対に許さない。わかったな、お前ら。花山、やってくれたな。ああ、先生、最高でしたよ。凍ってたよ、教室は。ええ、そんなバカな。俺は面白いという感性がないからお前に頼んだが、お前に頼んだのはミスだった。え、それじゃ、課題免除は？なしに決まってるだろ。ええ、そんな、先生、いやいや、じゃ、それじゃ、面白いをやめて、ダンディーで行きましょう、ダンディーで。いやー、それにしても昨日の小島めちゃくちゃやばかったよな。いや、やばかったよ、マジで。よし、今回はいけるはずだ。昨日一日かけてダンディズムを叩き込んだからな。チャオ。
俺の子羊ちゃんたち、今日も一日よろしくね。今晩は寝かせないぜ。おお、先生かっこいい。さすが、さすが小島先生。ヒューヒュー、モテモテっすねー。おい、マスターは？あ、いやなんか他の高校となんか喧嘩があるっつってどっか行っちゃいました。はい。マジかよ。おいらも早くシステム極めてマスターに追いつこうぜ。そうだね。おいぼっち、ちょっと手伝え。嫌です。いいから。嫌だ。付き合えよ。無理です。とにかく俺ら早くシステム極めたいから、俺らを殴ってくれるだけでいいから。いいですよ、喜んで。合法的にこのシャバゾードも殴れるぜ。よし、いつでも来い。はい。手加減なんかすんじゃねえぞ。そんなことしたら意味がねえからな。え、ほ、本当にいいんですか。おう、それじゃあ行きますよ。やべ、やりすぎちまった。気絶しちゃったよ。マツさん、聞いてください。俺らシステム極めました。うわあ、そうか。うわあ、よかった。あのガキども気絶してたから昨日のこと何も覚えてないんだな。危ねえ、危ねえ。ぜひマツさんに見てほしいっす。おい、いいぜ、見してみろ。じゃあ、マツさん、お願いします。おう、わかった。やっぱり痛くないっす。次、僕もお願いします。おう、オッケー。やっぱり、俺も痛くないっす。ちょっと運動しようと思ってた。あ、今は体育終わり。あ、そうです。今はバスケやってんのか。はい。まあこの後もな、眠くなってもちゃんとやるやん。それじゃね、最近ね、この辺りで不審者とかも増えてきてます。なので、一人一人明るいうちに気をつけて帰るようにしてください。以上で終わります。終わり。教室移動が変わるんで、忘れないようにして、今日は先生すいません、ちょっとお腹が痛いのでトイレ行ってきます。よいしょ。ああ、何度も電話かけてきてなんだ。
どうした？もしもし兄貴ですか？実は今兄貴の島で暴れ回ってる奴らがいて手がつけられないんです。暴れ回ってる奴？はい、そうなんです。お願いです兄貴、今から来てください。俺らだけじゃ対処しきれないです。ああ今か、わかった。ちょっとなんとかしてみるわ。戻りました。お、大丈夫か？はい、お前本当に晴れよ、お前。何言ってんだお前、一番や。だせえ、だせえ。早退をするには担任である小島の許可を取ってからにしないと。以前俺は学校に行くのが面倒くさくなり、何も言わずに欠席しようとしたことがある。学校からの連絡を無視して寝ていた。その時だ。うるせえ。誰だよこんなだけな。おい。許可なく出ていても、俺のことを探し合って正体がバレる危険もある。ここは適当な理由をつけて正体をしよう。いて、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 あーちょっと今日お腹が痛いんで、あーダメだこれ、ちょっと学校無理かもしれないです。これちょっとなんとか帰らないと。あーお腹痛いです、すいません。そうか、それは大変だな。勉強どころではないだろう。ああ、すいません、それでは。じゃあ、お前、ほんとに何やってんだよ。虫でも食ってんじゃねえか。お前、おかしいな。あれ、山。ここに横になれ。俺が見てやる。え？いやー、最高の一日だったな。すっかり遅くなっちゃいましたね。ほんと、ご挑戦のクラスでよかったっすね。最高のクラスだな。ほんとにいいよなー。よかったわ、一応始まりだ。よし、そんなの偉くなってきたし、帰るか。そうっすね。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。おい、ちょ、待て、まだ夏はこっからだぞ。で、こんな公園来て何するんですか？実はな、お前らには一つやってもらわないといけない課題があってな。え？課題？やっぱりこの夢みたいな一日にはなんか裏があるのか。ああ、俺も教師として自由時間だけ与えて返すわけにはいかないからな。そんな、とんでもない課題とかやめてくださいよ。花火を楽しむという課題だよ。え？先生！それから俺たちは小島先生の粋な計らいにより花火をみんなが楽しんだ。いやー楽しかったな。先生本当どうしちゃったんだろうな。あんなノリいい先生日本中探したらいないっすよ。本当だよね。最高の先生じゃんな。友達にいたら最高のタイプじゃね。確かに、まあ、友達に一人は言ってほしいタイプ。どうね。ララ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 ラ